はい、こんにちは、達郎です。さあ、今日なんですけれども、沖縄移住という単語でですね、ウェブ検索を行った時にどういったものが検索されているのか皆さんご存知ですか。いわゆるね、まあ検索ボリュームというやつですね。沖縄移住スペースにあららでいろんな人どんなことを調べてるのかなと思っていろいろ調べていたらですね、ちょっと画像を出すけれどもこういう風になりました。沖縄移住仕事、沖縄移住支援、沖縄移住費用、芸能人補助金とかこういったものが、ね、出てきました。あ、こういうこと気になるんだなと思いましてですね、今回は沖縄移住の仕事を探すコツについてですね、沖縄移住の7年目の私がですね、僭越ながらちょっと解説させていただこうかなと思います。沖縄移住の仕事を探すコツを出していこうと思うんですけれども、僕はですね、アルバイト、沖縄でやった仕事のね、雇用形態としてはアルバイト、派遣社員、正社員、契約社員、業務委託までほぼもう全ての、働き方をやったんじゃないかなというぐらいやったんですけれども、まずですね、僕が最初に仕事を探した方法は一番手堅い方法で探したんですけれども、派遣社員としてまず働きました。っていうのも沖縄ってこの島のサイズというかこの規模にしては派遣の会社がめちゃくちゃ多いんですよ。だからね、派遣会社にね登録をしておくと仕事がね割とねあるんですよ。で、仕事あるし、派遣会社の登録って僕大阪にいた時にしときゃよかったなと思うぐらいもうスマホで簡単にできるんで、沖縄で仕事を探す、とりあえず仕事を探すってなった時に派遣の仕事を探すって超簡単なんですよ。で、リゾート系のいわゆるマリン系の仕事とかリゾート系、接客業、事務、コールセンター、結構割と何でもあるので、何でもいいからとりあえず仕事探そうって人は、僕がいつもね、沖縄ビレッジとかでもおすすめしてるのは派遣会社に登録することです。これでまあとりあえずの仕事ができます。で、次、正社員の仕事に就きたいって思った時も、これもね、派遣会社から正社員登用とか結構あって、僕もそれで一回浦添に住んでた時、人事の仕事に正社員登用でなったり、そういうのもね絶対あるんですよ。まあ経験とかも必要だったりするんですけれども、未経験でもそういうのしてくれたりとか、正社員登用だったらアグレっていう求人媒体、あとルーキーっていう求人媒体、この二大巨頭が沖縄では正社員の仕事は一番多く載ってるんじゃないかなと思うので、この2つを使うと割と簡単に仕事は見つかると思います。で、ハローワークに頼って仕事探してもらう人多いんですけど、僕の肌感覚ではハローワークより今出したローカルの採用媒体というか求人媒体を使った方が、仕事は結構見つけやすいのかなと思います。派遣社員と正社員は、まあ、こういう探し方で、どうしてもね、やっぱね、沖縄の仕事所得は下がりますよ。これはねもうね前提だから、仕事を探すコツとして所得が下がるはもう前提で、これはもう仕方ないとして考える。もう一つはもう仕事これがいいっていう細かいこだわりを持たない、もうとりあえず接客業だったら何でもいいとか、とりあえずめちゃくちゃ広い間口で探すっていうことで、最後は何だろう、 3つ目何だろうな、まあ所得を気にしないっていうのと広い間口で探すっていうのと、資格業じゃないんだったら那覇近辺に住んで探すのがいいです。資格業より看護師とかね、いろいろあると思うんですけど、そういうのだったら別にね、那覇じゃなくても仕事って結構どこにでもあるんですけど、資格持たない、いわゆる一般的な仕事、資格じゃない仕事っていうのは那覇にやっぱり集結、那覇近辺に集結するので、那覇近くに住むっていう前提でまあまあ探した方が見つかるんじゃないのかなと、僕は思います。はい、アルバイトとかは普通にね、地元でいるのと同じ探し方でいいと思うんですけれども、大きくはね、この派遣社員とね正社員、この2つの軸で仕事を探すのを考えてみるといいね。とりあえず仕事探すんだったらもうダントツ派遣社員で登録して、そこからさて正社員そろそろなろうかな、何の仕事しようかなはゆっくり探せばいいんじゃないかなと僕は思います。結構ね、 Google の検索ボリュームっていうか、 Google じゃないな、このウェブの検索ボリュームで多いのがこの、沖縄移住仕事で検索してる人が多かったので、仕事の探し方をちょっと簡単に解説しました。僕がですね運営している沖縄ビレッジ、沖縄好きたちのオンラインコミュニティではですね、仕事をね、紹介してくれる人がいたりとか、あと沖縄のね
散りばめられた求人情報を沖縄ビレッジにギュッてまとめて配信してますので、沖縄ビレッジ登録すると沖縄の求人情報が見れたりします。でその中でもいろんな仕事をした人が いるので、まあ、こんな仕事したいんですけどどう思いますかとか相談にも乗ってくれるので、ぜひですね、頼っていただければいいなと思います。まあ、沖縄移住の仕事ってすごく気になる人多いんだなと思ってこの動画を撮りました。まあ何か参考になれば幸いです。何かわからないことあればコメント欄に質問してください。じゃあねー。